い、こんにちは、スカイトモです。じゃあ、両手投げのタコマです。じゃんじゃん先ほどしたじゃん見せちゃった今日は普通の点数勝負じゃなくて、ある面白いことをやって勝負したいなと思ってます。相手の点数を紙にまず書きます。相手の点数をとりあえずこれに書いて、はい、これよりも近くない点数だったら、まあ、こっちの勝ちよね。で、相手が自分の点数 何点書いたかっていうのを予測しながら本人は投げればいい。この点数は見せないんで、で、さらに点数書くときに1点とか300点とかやったら当たり前に無理じゃん。なんで180点から220点の間、そう、範囲はそれ、範囲はこの40ピンの間でやりましょう、うん、やりましょう。ちょっと複雑だけど見てれば分かるっしょ。分かる分かる。はい、じゃあ早速ね、やってみましょう。オッケー、じゃあ早速ね、俺が点数を書くわ。たくま、あっち向いてて。じゃあ、あっち、あっち向いてて。ね、200は超えてくると思うんだよな。何点がいいかな。予想215点ドキドキするな僕がね、書いた点数はね、この点数に行かないようにちょっとしたいね。まあまあの点数じゃない。はい、じゃあたくま、オッケー、オッケーです。よし、トモさん全部黒で書いたの？全部黒で書いた。ああ、トモさん打てないからな。いや、もう真剣始まってるだろ。これリアルじゃないかな。そんなヒント言っていいの？映るかな？寝る？寝るね。何点か？オッケー。202点とか？オッケー。オッケー。オッケー。なんだこの。よし。ボーリング投げながらドキドキする感じ。よし。たくま。はい。205点って書いただろ。これ？探りに来た？いや。トモさんどうさでしょ。200は超えてると思うわけよ。いやー、そんな過大評価するかな。俺たくまの190って書いてよ。なになになに。あー、遅いよ。曲がるね。いや、いいぐらいなんじゃないかな。おー、あれなんか1本だけ持っていくやつじゃん。ちょっと慎重にスペアを取っとかないと危ないよ。取るよ。ほら、遅いのか早いのか分かんない。何点に合わせに行こうとしてんの。トモさんどうせ200は超えてるから、220はいってないから、間の210点ぐらい。ああ、遅いな。遅い。まずはストライクを稼いで、とりあえずどこにでも転べるようにしておきたいんだよ。ああ、なるほど、うん、よし。たくまが何点って書いたかだよな。190って書いてたんだよな。いやー、読まれてるな。Let's go。 めっちゃいいこと考えたかも。あ、これ200点にすればよくない？もうなんか変なとこ気づきよった。攻めないの？攻めなくて200点に合わせれば。そんなトモさん好きじゃない。そしたら20点ずつしかないやん。まあでも勝つためにはやっぱどっちかに予測して合わせに行かないといけないからね。相手の目を見て点数を。ここやばいな。やばいよ。これはダッチマンで200点だったら最大幅は20-20よ。負けるよ、そんなこと言ったら。タクマがアホで205点とか書いてたら投げれないんだけど。あー、倒れるか。何点に持っていこうとしてる今。うん、さっき210点って言ったか。そう、いい線やんでしょ。うん、いい線でしょ。しっかりね、スペア取らないとね。わお、曲がるね。さっきもこんなことしたな。まあ、でもいい感じでダッチマンだな。いやいやいや。もうなんか、ね、もう予想関係なくなってる。ほら、おお、ネスコバ。やばい、これはやばい。うん、わあ、くそー。なんかこれがいいのか悪いのかもわからんな。そうそうそう、お前よります。おう、まあ一番ナイスボールだったな。おもさん足りないよ、このままじゃ。さ
足りない？どう足りない？上に足りない？下に足りない？どっちかに足りないよ。199とかって書いたんじゃん。いいところじゃないですか。実は当たってるパターンじゃん。うわ曲がるな。199にしたでしょ。 199? 絶対199にしたでしょ。いいんじゃない。200点じゃない。一品いいんじゃない。いや絶対199だ。じゃあ199狙えばいいと。もう狙う。もらったな、あの動揺っぷり。よし、絶対199でしょ。いいよ、199じゃなくて。じゃあで俺がトモさん何点、何て書いてあるの。もう動揺しまくりやん。絶対199だな。わかるよ。やばい。おー、マジか。トモさんもう199も足りないよ。198でもいいや。うわー、いやトモさん最近点数取れないから。いや毎回取ってるから。いやーそんなこと言って外しそう。うん、いいね。199だろ。うん、199に合わせて。じゃあトモさん199は足りないよ。何点くらだ。199じゃん。およし、だからあんな動揺してたんじゃないの。動揺してた。ストライク出ないよ。そうだよって言ったんだよ。190点。あ、それでいいんじゃないって言ったんだよ。それってそうしたくないから言うんじゃん。うわほら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 、マジ曲がるな。天品多い。曲がる。曲がらんかった。スペインボールですから。いやこのままいけば俺勝てそうやつだ。トモさんいいペースだよ。でしょ。うん、いややばい。お二人右のレーンやられてるやん。やばい、お互いやられてる。わぁ210いかねん。やばい。おぉナイスボール。210でしょ。何210でしょ。トモさん違う、どっちかで言うと210だって。ほらほら、点数が出てこないさ、トモさん。よし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 、絶対これ210らへんだぞ。最後の点数見る。最後の点数見る。最後の点数見る。あ、じゃあ新やつだ。最後の点数で何？下一桁ってこと？一桁。ああ、一桁ね。見ようかな。いくよ。はい。7。これやだな。ガーター出して194にするか、204にするか。いや、どうせ207だよ。3点にしようね。207だから。よし。3点だよ、トモさん。3点。俺は、まず一旦ストライク狙って考えよう。おう、おー、俺のも見る。見せる。できるの、そういうの。見せてもらったからね、トモさんにも。じゃん、8。8 88? 8? 98? 208? 218? これ198か218だな。いや、218だったら全部。198っぽいな。ガータースペアで97。じゃあガーターがいいか。負けるよ。そうだな、217って書いたな。いやこれ待って、190とかじゃないな。これあてっかいストライクだな。ガターがいいよ、トモさん。ガターがいい。ガターがいいよ。やってけよ。いやストライクだな、ストライクだな、これ。よし、入れよった。いや今の悔しそうな顔見ても多分上だな。ストライクで一品差だな。あっしゃー、いや勝ったっしょ。ナイスボール。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。まあ、点数がね、僕が217、たくまが204点、はい、さあ一緒にじゃあバンって見せる。あ、行きましょう。せーの、バン。うっせー。13 19。イエーイ、マジか。
いや、 やっぱ読みは間違ってなかったな。あ、一瞬バレたと思った。途中からずっと198だろ197だろみたいな。俺が予想した点数をいったね、いったっていうか210点ぐらいだなって。ああ、いや、あれね、俺ね200点に生かそうと思ったんだよ。8点見せられた時9だったらもう200点だった。そうだね、9だったら絶対200点だね。俺自分で自分の点数には217だ。マジか。いや、面白かったね。いや、面白かった、結構面白かった、面白かった、ね、心理戦つけるしね。ドキドキした。これ見て、この6フレ同様、これこの時だよ。199って言われたの。もう一回見返してみてください、俺の同様っぷりを。またやろう。やりましょう。もっと大人数でやりたいね。あ、やりたいやりたい。はい、今回は、ね、点数の勝負ではなくて、お互いにね相手の点数を決めて近かった方の勝ち。僕の差がね19点差で、たくまが13点差なので、たくまの勝ちです。イエーイ。うわー、ショック。次リベンジさせて。よし、やりましょう。またはい、ということでね、この動画がね面白かったらですね、ぜひね高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また配信します。カイトモでした。バイバーイ。バイバイ。イエーイ。あー、危なかった。